三菱火器振興会のシネンシス部会について紹介をしていきます。副部会長の山口さんにインタビューしていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速ですが部会について教えてください。はい、三菱火器振興会、シネンシス部会は、生産戸数が26個、生産面積は、1072R、年間出荷本数が、321万本で、今年度の目標本数は327万本となってます。出荷時期は5月の上旬から11月の下旬までで、定食時期をずらすことで長期の安定出荷を実現しています。出荷先は北海道、東北、北陸、東海、近畿方面に出荷しております。はい、品種構成について教えてください。はい、シネンシス系の品種は、スーパーシフォンブルー、スーパープラチナブルー、スーパーグランブルー、マリンブルー、スーパーハッピーピンク、スーパーシルキーホワイト、マリンラベンダーの7品種が強選品目となっております。はい、部会の一押しポイントを教えてください。はい、まず三井市という地方は、太平洋側に位置し、夏が涼しく冬は雪が少ないという北海道でも稀な地域です。その特徴を生かして柿栽培を行っております。秋出荷のデルフィニウムは育苗段階からヤレイ育苗を採用し、高品質な商品の提供を目指しております。また定期的に目合わせ会、出荷箱確認を行い、選別基準の統一を行っております。調整後は保冷庫内の温度、湿度管理を徹底し、鮮度保持に日々努めております。以上でシネンシス部会の紹介を終わります。最後に副部会長から一言お願いします。はい、令和3年のデルフィニウムの出荷量も順調に増え、本格化してきております。強選も5月の1日より稼働いたします。これからも三井市のデルフィニウムをよろしくお願いします。